MAX0647JD とは地球から見てキリン座の方向にある天体である。地球からの距離が約319億光年と2014年時点で最も遠い天体の一つである。MAX0647JD は観測された赤方変異の値が95%の確かさで約10.7プラス0.60.4である。この値は これまで最も遠い天体であった土風マイナス三千九百五十四万六千二百八十四の約十点三プラスマイナス零点八を上回っており観測史上最も遠い天体である赤方変異から算出されるマックス零六四七 j d までの距離は約三百十九億光年であるこれは約百三十四億年前の宇宙にある天体であることになるがこれは ビッグバンからわずか約4億年後のことである。MAX0647JD の赤方変異の値は、速光赤色変異を測定する方法にて、観測された。この方法は、暗い天体に適用できるものの精度は落ちる。より正確な値は、分光赤色変異によって算出すべきであるが、MAX0647JD は、暗い天体であるためこの方法が使えない。 マックス 0647JD までの真の距離を知るには、2021年に打ち上げ予定であるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測を待たねばならない。なお、発見されている天体の中で赤方変異の値が10を超えているのは、マックス 0647JD とドフマイナス39546284のみである。また、 史上初の赤方変異の値が11の値を持つ天体かもしれない。上記の通り赤型変異の値に不正確さはあるものの MAX0647JD は確実に最も遠方の天体である。ただし MAX0647JD の発表からほぼ1、か月後になって、 ドフーマイナス三千九百五十四万六千二百八十四の赤方変異の値が十一点九である可能性が示された。ドフーマイナス三千九百五十四万六千二百八十四の値の不確かさが大きいため。今のところ、マックス零六四七 jd が最遠の天体である。可能性が高いが、仮に正しい場合。 ドフマイナス39546284が、再び再延の天体に返り咲くことになる。MAX0647JD は、観測史上最も遠い天体であり、また、複数の波長で観測された天体としても最も、遠い。ただし、スペクトル分析、特に、ライマンアルファー規制の測定が行われておらず、天体が銀河かどうかは分かっていない。 銀河であることが確定している。最も遠いものは Z8GND5296 の290億5000万光年である。MAX0647JD はおそらく銀河であり、それも極めて初期の形態を持つ原子銀河と考えられている。ただし銀河であると証明するための分光観測は行われておらず、あくまでも推定である。 マックス 0647JD の直径はわずか600光年以下であり、これは銀河系の10万光年と比べればはるかに小さい。また、より近い位置にある銀河の観測から、この時代の銀河の直径は2000光年であると予想されてきたが、それよりも小さいことになる。銀河系をはじめとした現在の時代にある銀河は、マックス0六四七 j d のような小さな銀河が、 数十回から数千回も繰り返し衝突した結果、合体して大きくなったのではないかと言われている。銀河系の年齢などを考えると、MAX0647JD の時代から13億年までの間にこの衝突が行われなければならない。MAX0647JD に含まれる構成のみの質量は太陽の1億倍から10億倍と推定されており、これは 銀河系の100分の1から1000分の1しかない重さである。見えないダークマターを含めた質量も100億太陽質量ではないかと言われている。MAX0647JD の色は深い赤色をしているが、これは赤型変異によって光の波長が引き伸ばされた結果の色である。MAX0647JD は宇宙初期の天体であるため、 マックス 0647JD を構成する構成は大質量性であることが予想される。このためマックス 0647JD の実際の色は紫外線に富んだ青白い色をしていると考えられている。この紫外線が赤型変異によって可視光の赤色まで波長が引き伸ばされた結果が現在の地球で見られる色である。マックス 0647JD からの強力な紫外線は 周辺にある宇宙の晴れ上がりで、電気的に中性となった水素を再電離し、宇宙の暗黒時代と同じ状況を作り出している可能性がある。そうだとすれば、MAX0647JD が小さく見えるのは、電離した水素に邪魔されて放射が少なく、観測されているためである可能性もある。MAX0647JD の交代速度は29万。 秒速 5444km であり、これは高速の98.6%に達する。ただしこれは見かけの話であり、実際には空間の膨張を考慮すると65万秒速 7890km、高速の2.32倍である。MAX0647JD は極めて遠方にある、ため通常の観測では暗すぎて観測できないはずである。しかし、 MAX0647JD の手前には地球から見て72億8700万光年、先に MAS647.7 プラス7015という巨大な銀河弾が存在する。MAX0647JD は MAS647.7 プラス7015の重力による重力レンズ効果によって像が3つに分裂している。この重力レンズ効果による二倍近い造高によって マックス 0647JD は観測することができたのである。マックス 0647JD の3つの像は明るい順にそれぞれ JD1、JD2、JD3 と名付けられている。JD1 と JD2 は見かけの位置が近くにあるが、JD3 はやや離れている。マックス 0647JD はハップルによる銀河団拡大観測及び超新星サーベイプロジェクトによって、 ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された17ものフィルターによる画像の中から2012年2月に赤型変異に由来する強い赤色の天体として発見された。ただし赤い天体はより近い位置にある恒星や褐色外星、古い銀河である可能性もあるため研究チームは数ヶ月かけてそれらの可能性を排除していった。これには スピッツァー宇宙望遠鏡も観測に用いられており、この位置にもし近い位置の天体であれば観測される、遠赤外線で明るい天体がなかったことから、MAX0647JD が遠方にある天体であることが判明した。論文は2012年11月15日に掲載された。ありがとうございます。